兄ちゃんへ。俺は今日仕事を辞めました。俺の人生はうまくいかんことばっかやった。兄ちゃんが罪を犯したあの日から全てが変わってしまったような気がする。多分想像つかんよね。俺はもう兄ちゃんのことを忘れたい。買い物行くでしょ。うん、もうそろそろ行きたいね。あ、結婚の挨拶いつにしよっか。挨拶か。うん、年末年始とかはどうしよっかね。うん、いつでもいいんだけどね、早く連絡したくて。はい、少々お待ちください。シンジ、黒柳さんだって。黒柳？うん。はい、はじめまして、黒柳と申します。小木です。少年犯罪に関連することを主に取材しているジャーナリストです。ほう。明日出所するお兄さんのことでちょっとお話できますか？明日出所？はい。自分から話せることないんで。ああ、ちょっと待ってください。あなたのお兄さんは殺人犯になってますから。いや、彼は被害者かもしれないんですよ。すいません。お願いします、お兄さんと話したいんです。どういうこと？うん、じゃなくて、シンジのお兄さんって殺人犯なの？うん。なんでそんな大事なこと言ってくれなかったの？いや、なんて話していいか分かんなくて。なんて話したらいいかじゃないよ。私たち結婚するんだよ。ごめん。って言われても。何度も話そうと思ったんだけどさ。ちょっといろいろ考え直したい。ちょっと待ってって。ごめん。分かった。もう少し。うん、よいしょ。あと洗濯物も。え？ああ。よいしょ。よいしょ。兄ちゃん。
お家泊まってろ。おー、シンジ君また背伸びた。これよろしく。社長、ん、話があるんですけど、もう少し配る範囲増やしてもらうことってできないんですかね。朝だけでもいい。ありがたい話やけど今はちょっと増やせんかな。ふざけんなよこれ。お前信じに手出すなよ。分かったか俺。信じ、信じ大丈夫。よ、久しぶり。いらっしゃいませ。ビンビール。はい。いつぶりかいなね。2年ぶりぐらい。まあそんなですかね。うん。元気しとった。うん。あんたが私呼び出すとか珍しいね。失礼いたします。ああ俺はいいよ。なあね、飲まんね。いや、いいって。いい、飲まんね、つまらん男やねん。もはい、じゃあ乾杯。乾杯。何食べるね。この前話しよった彼女とはどげんなんだったの。兄ちゃんのこと話したら考え直したいって。そりゃそうなるよね。弟の女まで呼ぶかね、あいつは。あいつのせいで仕事も金も男も全部消えた。ハゲのやつ、マンドキやかって。何言うと？何？なんで？なんでその目を？いや、兄ちゃん明日出てくんだってよ。はあ？明日出てくる？あんたあげないやつとか分かっちゃいかん。そう、自分で人生めちゃくちゃにされて、あんたまた兄ちゃんのことが好きとる？あっしょお前、お前はバカ。母さんがさ。なんで？何よ。ああ大丈夫。誰だよ。誰でもない。言ってみろよ、こっち来いよ。何よ。お客さん、降りてもらっていいですか。話が不快なんですよ。すいません。お前じゃねえよ。おお、シンジ君また背伸びた。もうなんや。降りてください。ほっとけんなよ。家から降りなさい。黙りな。黙りんじゃねえ。シンジ君、すまんかったな。京介が犯した罪は大きいかもしれん。でも、シンジ君が京介を大切に思う気持ちは誰にも否定できん。これどうしたと？拾った。へえ、うまいよ。そうてか弾けるんやね。うん。
竹谷さん、彼は被害者かもしれないんですよ。すいません。お願いします。こいつらは自動売春をやっていました。僕の家族も殺されました。僕ね、息子が死ぬまで何にも知らなかったんですよ。かったやろうなって。あなたはまだ間に合うんじゃないですか。一緒ですよ。
信じや、朝ぜ信じ、朝って信じ、はい、学校行こう信じ。もしもあの日すべてが変わると知っていたらくすぶる後悔もきっとなかったのに。兄ちゃん、腹減った。